なんだよ。本日は下ネタ言ったら即終了です。言うわけないだろ、そんな。言うわけないですよね。当たり前だろ。当たり前だろ。里だぞ、これ。おい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 、でかっ。え、なにこれ。極太インコです。はい、はい、はい、終了。ちゃんと真面目にいこう。絶対インコとかに触れないでいこう。触れないでいこう。おいおい、でかっ。何これ。松茸です。松茸でかくね、これ。でかっ。なんだこれ。秋なのか、今秋なのか、これ。本当に下ネタ言うなって言ったら中身なさすぎてさ。可愛くない、こんなのついてんの、一緒に。無理だよ。無理だろ、こんなの。下ネタ披露大会じゃないんだよ。これを何すんの、今日は。天ぷらとパスタで。あ、いいなぁ。今日はいいか。パスタだからもういいか。生で食べれるの？よくはないんだよ。よくはない。生食べるの？え、どうぞ。ほら、食べながらでいい。ライブクッキングスタイルなんで。お、ありがとうございます。では、いただきます。すげえシャキシャキ。この香りを楽しむわけですな。ニンニクとか入れませんでした。あー、いいんじゃないですか。もうソース、これでいいんじゃねえかと思ってます。なるほどね。あともう、松茸の風味で。風味で、うん。松茸のクリームパスタです。松茸尽くすね。随分ね。しましたね。ちょっといただきますね。うん、これ天ぷらよりも好きかもしれない。あら、こっちの方も。あら、松茸とちょっとパスタも一緒に、ちょっとぜひ一緒に。うまいな。まろやかな味で覆った方がいいのかもしれない、松茸って。すごいバランスが取れてる。香りと食感と全て。うまい、うまい、松茸、松茸うまい。秋の味、あっち。言われますよ。俺がなんか最近さ、下ネタを多く言っただけですごい言われるんだから。そうなんだよね。よかったと思う、俺。自分の娘が見てなくて。食べてみて。これで。うん。パスタがうめえな。パスタうまい。そう、パスタがうまい、うん、これだからちゃんと風味も、あ、でも確かに風味も入ってるよ、ちゃんと。感じるな。嫌な癖が全部抜けてすごいまろやかになってて、香りもそうなんですけど、うん、こんなにフィットしてちゃんと食感残るのは、うん、あんまないな。あー、な、確かにね。クリームに松茸の味をお吸い物も合うんじゃないですか。やってみようよ、サブちゃんで。サブちゃんでやります。まあ、うん、メインはね、ちょっとこんだけでかい松茸出されたらさ、メイン無理だよ。